れはです。こそれでは今回なんですけども、ペイペイチャンスが11月はなし、ファンペイで無料でコーヒーがもらえる、7個のキャンペーン延長などということで、今回はお題の通りペイペイファンペイ、そして7個に関するキャンペーンやお知らせについて、サクッとお伝えしていこうと思います。 それでは早速、こちらですね。みんな大好きペイペイなんですけども、なんと11月はですね、ペイペイチャンスが開催されないんですよね。こちら11月のペイペイチャンスについてなんですけども、公式ページからそのまま引っ張ってきました。で、そのまま読み上げますと、11月以降のペイペイチャンスについてすでにご案内ありました。11月のペイペイチャンスに関し、実施を見合わせることにいたしました。次回のペイペイチャンスは12月、確保12月1日から12月の31日までを予定しております。詳細につきましては、11月の10日 頃にお知らせいたします引き続きペイペイをご愛顔いただきますようお願い申し上げますということでしたちなみにこれについてとあるネットニュースの記事をですねちょっと引っ張ってきましてペイペイチャンスをその開催しない理由っていうのがまあちょっと読み上げるとまあ10月5日にサービス開始1周年を記念して実施したペイペイ加盟店全店で実施する1日限りの20%還元このペイペイ感謝デーですねこれでトラブルが多発したことを受けて今後予定しているキャンペーンを 安定して実施できるか見直すためということでした。なのでここからまた12月にはペイペイチャンスが再開できるように準備期間に入るという感じですね。まあ、これも含めてなんですけども、まあ、ここ最近はいろんなコード決済会社さんもユーザーの囲い込みの準備に入っている感じなんですけども、まあペイペイもそんな雰囲気を出しつつありますね。けどまあ12月は開催されるということなのでそれにはちょっと期待したいところではあります。ちなみに10月現在のペイペイチャンスは一応こんな感じです。まあおさらいなんですけども100回に1 1>, 1回の確率で最大1000円が当たるということとあとは25回に1回の確率で最大100円が当たるということになっていますツイッターでもちょくちょく100円当たったというのを見かけまして、まあ、僕もつい最近100円が当たったのでやっぱりペイペイチャンスのほんこのペイペイを決済する上での一つの楽しみでもありますねそしたら次はファミリーマートが提供するファインペイの話題ですねプレミアムキャッシュレスフライデーファインペイ支払いをした方全員にコーヒー無料クーポンをプレゼントということで以前もファミチキを配るキャンペーンがありまし いましたけども今回はそのコーヒーバージョンという感じですね簡単にこのキャンペーンまとめると10月の25日0時から23時59分までの間にファミリーマートにてファミペイ払いをした方全員にコーヒー無料クーポンを後日プレゼントされますちなみにこのもらえるクーポンというのはブレンドの s そしてコーヒーアイスコーヒーの s サイズお好きな方1点を使用できるクーポンとなっていますそしてクーポンが配信されるのは11月の1日以降となってますちなみに僕自身は最近ファ ファンペイ時代かなりご無沙汰だったのでファンペイにチャージしようか迷ったんですがまあご覧の通りですね残高を全然入れてませんが今回まあ10円とかまあ少額でもファンペイをとりあえず使えばいいということですのでうまい棒1個だけ購入して今回のコーヒークーポンをもらおうかなと思いますなのでこの28円でうまい棒を買う予定ですそしたら最後は7個ですね7個についての話題なんですけどもこちらあのもう出てる通りなんですが通常200円につき1ポイント貯まる7個ポイントが100円で1 7個ポイントが貯まる期間が伸びまましたで、ねまあ、ということとですねいうより、100円で17個は、まあ、ぶっちゃけて言うと、従来通りと言った方がいいかもしれないですね。いや、僕自身は7個を使う機会ってそんなに多くはないんですが、まあ、これ7個を使ってるユーザーの方からすると、ずっとこのままでいいのになって思いますよね。まあ、ちょっと前に話題になりましたセブンイレブンが提供していたセブン ファインペイのことも含めてまあ、信頼回復に向けてやっぱりセブンイレブンにはこれからもやっぱり頑張ってほしいなというところではあります今回の内容をまとめるとこんな感じですペイペイチャンスは11月お休みそしてファインペイは10月の25日にキャッシュレスプレミアムフライデーはコーヒーのクーポンがもらえるということと7個の期間延長この3つですね まあそんなこんなで今回は3つの話題について取り上げさせていただきました。まあ個人的には12月に無事 PayPay チャンスが開催されることを切に願っておきます。またファインペイのクーポンに関しては明日の20時にアップするまとめ動画でもリマインドする予定ですので、まあご自身の日程が合えばですね、利用してみるのもいいのではないでしょうか。一応今回お伝えした公式のリンクを下の概要欄に貼っておきますので、詳細など気になる方はぜひですね、チェックしてみてください。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。